おはようございます。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 よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。初めて会った時、心が震えた。今も胸が痛い。君を見つめるだけでからかわないでよ。毎晩私は赤いスカート履いて、愛を売る女なのに。それはどうでもいい。その目の輝きを、この目を見て信じて、君と出会えたあの瞬間に、愛の奇跡起きた。もしかしたらいつか二人狩りに行くぞ、地を求めて。どす黒い欲を渦巻く街、赤い空に叫び声響かせろ。片手にナイフ隠し、獲物を探し出そう。新鮮な死体にふさわしい女を。死の影をまとって、顔には微笑みを、背中には狂気を。生贄は誰だ、早く決めろ。さえ選べ、お前が選べば、この俺がそいつの命を切り裂く。迷い捨てろ、今がチャンスだ、やるしかないぜ。女たちはよりどりみどり、お前次第だ。ほう、徳だね。だせ徳だね、だせ。殺人犯の名はジャック、そこに下界が。愛する女のため共犯者になった。衝撃のニュース、犯人が今夜新たな殺害予告したんだ。徳だね。だせ徳だね、だせ。世間があっと驚く予告殺人、愛のため殺人に手を染めた男、愛が招いた悲劇、涙を誘う。悲しき下界の秘められた過去、乞うご期待。ランララ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 ラ
ララ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 白井さんに見ていただいて、自分に一番合ったダニエルを、徐々に見つけ出せてきてはいるかなと思っております。皆様のところに届くまでには、完璧な状態に仕上げ、素敵な作品にしていきたいと思っていますので、応援よろしくお願いします。今まだ稽古が始まったばっかりなんですけれども、演出の白井明さんが見せてくれるこう全体のプランとか、あとこうセットの感じとか、あとグロリア像とか、なんかそういうこうお話ししてくださる一つ一つの演出がもう全部ワクワクして、あ、白井さんについていけば絶対にいいグロリアになれるだろうなとか、いい作品になるだろうなって思えるので、あ、白井さんについていこうっていう気持ちで毎日ワクワクしながらお稽古をさせてもらっています。ぜひ皆さんジャック・ザ・リッパー見に来てください。ただいま稽古絶賛中ということで、このジャック・ザ・リッパーの世界、欲望と葛藤にまみれた、この世界をぜひ皆さんお楽しみいただければなと思います。劇場でお待ちしています。演出の白井さんとこうたくさんディスカッションしていく中で、だんだん白井さん自身がモンローなんじゃないかっていうぐらいね、こうモンローと白井さん重なる部分が、見えてきたので、たくさんそこからヒントを、いただきながら、役作りをしております。しっかりとこの特ダネ魅力たっぷりに歌っていきたいなと思います。ララ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